吉村知事、表現の不十点を毎日新聞でやればいい、徹底抗戦へ大阪地裁が表現の不十点関西の大阪府の公共施設における開催を認めてしまった問題で大阪の吉村知事が決定内容に服があるので報告する施設を安全に運営する観点から取り消しは当然のことだと発言いたしました。 また8日に名古屋市の公共施設において開催されていた表現の不十点に不審物が送りつけられ爆発物が炸裂した問題でもう何が起きるかわからない明らかに差し迫った危険があると表明しましたまた大阪府の公共施設を子どもたちも利用しているとしてなぜ乳幼児がリスクを 背負わされないといけないのか非常に疑問でならない表現の自由が大切なのはわかるが指定管理者の裁量の範囲内だと思っていると表明しましたまた記者会見の中でマネ新聞の記者2人が変わる変わる8分以上にわたって表現の不重点を擁護するかのような質問を繰り返したため吉村知事がそれだけ表現の不重点を押すんだったら 毎日新聞の会議室を使ったらどうなんですかと批判をいたしましたこの表現の不重点施設の利用料が安い公共施設において入場料まで取って開催しようとしており事実上税金が投入される形になってしまっておりますしまた公共施設において憲法違反の 恐れががある展示を行うこと自体が問題になってしまいまいすこのまま公共施設においてこのような表現の不重点の開催が続いてしまいますと自治体側が裁判を起こされさらに税金が無駄になってしまう可能性がございますので。 大阪府だけではなく、全国のすべての自治体には、基本的にこのような憲法違反の恐れがある展示については、表現の不重点にかかわらず、施設を利用させないという明確な基準を作っていただき、このような問題について、抜本的な対策を講じ、表現の不重点側は、 税金が投入されている公共施設を使わずに、憲法違反とならない形で、民間の施設で民間のお金のみを使って、表現の不十分を開催し、これ以上、国民の皆様に迷惑をかけないようにお願いいたします。以上になりりまますごご聴いいたただきありがとうございました